死骸の研究を推し進めたニフルハイム帝国は魔導兵の量産に成功。その功績が認められ、アーデン・イズニアは宰相に就任しました。圧倒的な戦力により100年以上に及んだ戦争の均衡は破れ、ルシス王国は魔法障壁の縮小を余儀なくされました。ほどなく時の王モルスが逝去、若きレギスがその座を継ぎました。アーデンは死骸を世界に広め、人の記憶を奪い、ルシスに関する情報を集めました。いつしかとてつもない量の記憶を詰め込んだ彼は別人のように変わっていました。そしてついに復讐の時が来たのです。